キンプリヘイヤ仕様、神宮寺由たの退場で、ジャニーズはいくら稼いだか計算して分かった驚きの事実。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。バイバイまたどこかで会えたらいいね。またね。5月22日の22時50分、キング、リンチェプリンス。 キンプリの平野仕様26はブログにこう最後のメッセージを綴ったタップ。そして0時ちょうどシンデレラのようにブログは事務所の HP 上から忽然と姿を消したのだった。退場後も一部の広告が継続して放映されているわけ。平野がブログをアップすると HP にアクセスが集中しサーバーが一時ダウンしました。 タイミングが合わず、見られなかったファンもいたようです。スポーツ紙デスク。グループ脱退と同時に退場した平野と神宮寺優太25は、日付が変わると同時に、事務所の HP 上から消えた。だが、23日以降も平野と神宮寺の出ている一部の広告が継続して放映されていたのです当然。金プリ5人で出ていたホンダの広告はもちろん、 平野が出演していた厚生コスメポートとキッコーマンの広告も終了。ただ P&G の消臭剤、パブリンズ、ボシュロムジャパンのコンタクトレンズ、ボシュロム、アクアロックス、ワンデー UV シン、そして神宮寺の久光製薬のアレルギー薬、アレグラ FX の広告は今も継続中なのだ。一体なぜ出演料はタレントではなく事務所に企業は 通常新商品の販売期間に合わせて半年や1年など広告の期間を決めます。その期間が彼らの退場後も続いていたということでしょう。出演料はタレントではなく、事務所に契約時に入っていると思われます。広告代理店関係者。退場した彼らがジャニーズ事務所にもたらした遺産はこれだけではない。 昨年11月4日の脱退退場の発表後に発売された CD やコンサート DVD などが、のきなみ揺れに揺れまくっているのだ。11月9日に発売されたシンブル、月読み、彩りは、初週で約80万枚を売り上げ、ミリオンセラーに到達。タイムリミットに向け、ファンの死への情熱は激しさを増した。退場発表以降の売り上げを計算してみると、 デビュー曲のシンデレラガールオファンはミリオンセラーに押し上げたいと追加で購入し始めました。その購買運動はおいでれらと呼ばれ、今年1月23日時点で累計販売数が82.7万枚だったのが5月15日にミリオンを突破しました。レーベル関係者。そこで退場発表以降、キンプリグーズなどの売り上げを計算してみることにした。 まずは CD や DVD。月読みなど以外にも、シングルライフゴーズオンは約108万枚、アルバムミスター5も約140万枚と、いずれもミリオン。4大ドームで開かれたコンサートツアー、ファーストドームと2 0 2 2スターからの DVD は1月18日に発売されると、約1ヶ月で66万枚を売り上げたのだ。 特典の付く初回限定版は価格が高いがすべて通常版での購入だったとしても合計で約152億円となる計算だ。カレンダーやファンクラブの会費などで160億円超えか3月9日に発売された公認カレンダーも前年より売り上げを伸ばした。20年の16万部以上売れたと言われています。 一冊2690円ですので、売り上げは104億円になる、出版関係者。忘れてはならないのが、ファンクラブの会員費だ。ファンクラブの会員番号は、脱退発表前は95万番前後だったのが、今は100万番台に、約5万人増えたと言われています。都市会費は、入会金を合わせて5140円。 ファンクラブの増員だけで2億5000万円になります。芸能関係者。これらを単純に合計すると、半年間で約158億5000万円。なお、これには、5月10日発売の平野主演のドラマ、クロサギ TBSK の DVD の売り上げや YouTube の収益は含まれていない。どんなに少なく見積もっても、160億円を優に超えるとみられる。 このお金が平野や神宮寺たちに還元されているといいのだが、週刊文春編集部週刊文春2023年6月8日号、還元されることを思って仕事をしてた人たちではないと思います。 応援してくれる人たちを思い、脱退退場の発表をしてからも、今の自分たちができることをグループとして考え、形にしてくれ大切な宝物となるベストアルバムや豪華な特典、そして最後に残してくれた楽曲、Beautiful Flower フフは包み込まれるような、 そして背中を押してもらっているようなとても温かい気持ちになれる楽曲で最後の TV 出演で披露してくれた時の歌声は忘れられません。今でも出っかけると彼らの CM の商品の横にはパネルがあると商品手に取りたくなりますし彼らの笑顔に癒され心が躍ります。中でもホンダさんのコメントや企業理念などは 彼らと同じ思いを世の中に伝えているようで、高揚感とともに安心感を得て、企業のイメージも大きく変わりました。彼らと出会ったいろんな人たちが手を差し伸べてくれますように、これからの活躍を期待しています。平野志洋くん、神宮寺ゆうたくんがまた活躍する日を待っています。もちろん岸くんも、その時は退場の時以上に応援します。 CM が決まれば全力でその企業も応援しますその時はきっとその CM 商品以外のその企業の商品も買いたいと思うほどお祭り気分になると思いますきっとファンが知らないところで苦しいことや悔やしいこともあったと思いますけれど選択した道が良かったと本人たちもファンも思えるようにこれから見る世界を一緒に楽しみたいです見る世界